伊佐オ川ガ直は、モンゴルウランバートル出身で桐山部屋に所属した、元大相撲力士。本名は、バダムサンボーガンボルド。身長190センチメートル、体重158キログラム。特異種は、右四つ、より。最高位は、西前頭筆頭。血液型は、B 型。大相撲やお帳問題にて、引退勧告処分を受け、引退した。 13歳の頃からモンゴル相撲を始め、18歳の時にモンゴルジュニア級4位の成績を残す。当園のモンゴル相撲関分けにあたる人物が、極集山と面識があり、そのつてから大学を半年で中退し来日。実業団相撲のセッツ倉庫相撲部で1ヶ月稽古後に、霧山部屋へ入門した。2003年7月場所で初土俵を踏んだ。 2006年7月場所で、同じモンゴル出身の大天大空戦に敗れた際、ピスタ、と暴言を吐いて、大天将の胸をこずき、勝負審判から注意を受けた。2006年11月場所で三段目優勝を果たした。2007年1月場所は、番付を関取昇進を狙える、幕下15枚目以内に番付を上げたが、その後は、幕下上位で、一進一退が続き、 2008年9月場所では、東幕下5枚目で3勝3敗で7番相撲で10両、和歌天皇に敗れ負け越し、2009年1月場所では、当時の自己最高位にしばっか3枚目まで番付けを上げたが、2勝3敗から10両金国に敗れ、ここでも負け越した。2009年5月場所は、13日目に、西幕下2枚目にあって7戦全勝で、幕下優勝を決め、 翌7月場所の新十両昇進を果たした。桐山親方が育てた初の関取となる。新十両で迎えた2009年7月場所は8勝7敗と十両で初めて勝ち越し、翌9月場所は東十両6枚目まで番付を上げたが6勝9敗と負け越した。東十両筆頭で迎えた2010年1月場所は9勝6敗で終え、翌。 三月場所で新入幕を果たした。2011年一月場所限りで霧山部屋が閉鎖され、それに伴い朝日山部屋へと移籍した。同年四月一日、大相撲やお調問題に関する日本相撲協会の発表により相撲協会から引退勧告を受けた。この処分について証拠もないのに、どうなんですかね。納得していない。 恨みはないけれど受け入れられないとコメントした。他の処分を受けた、モンゴル人力士や白鵬と話し合った結果、4月5日、引退届を提出し受理された。4月6日、モンゴルへ帰国。モンゴルに住む家族が中傷されており、同じく八王朝問題で引退した、白馬、交流、モオコロー、星光と共に後に、モンゴルで釈明会見を行った。 断発式は5月28日に都内のホテルで行われた。くしくも2月28日に発表された順席では西前頭非頭と自己最高位に番付を上げていた。また、2011年3月場所が中止となったため、移籍した朝日山部屋の力士としては一度も土俵に登ることなく各界を去った。白鵬の談話からその年の7月11日から、 始まるモンゴルのナーダムに出場することが明らかになった。現在はウランバートル氏の警備会社でガードマンとして勤務している。2011年1月場所終了時点引退時の地位は2011年2月28日発表の順席による。ヤオ長官よ2 3人に原罰イコール理事3人も隕石辞任から相撲協会辞事 ドットコム2011年4月1日おかしすぎる納得できない処分の力士から不満続々スポーツ日本2011年4月1日処分者が引退退職届を全員提出へ八尾町問題スポーツ放置2011年4月5日19人が引退退職届谷川親方だけ提出せず m s n 産経ニュース2011年4月5日引退の 徳瀬川がモンゴル駅国デイリースポーツ2011年4月6日、関与認定19力士全員が、引退届提出も、納得はしていない、八尾町問題スポーツ放置2011年4月6日、白鵬、豪海上手投げで、土佐豊を一周デイリースポーツ2011年7月12日。ありがとうございます。